尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。もうだいぶ暖かくなってきて、ちょっと僕クーラーを入れてしまいましたね。クーラー入れたら寒いっていう、この一番微妙なバランスの中で、皆さん風邪だけは気をつけてください。さて、この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストはブランドプロデューサーの柴田陽子さんです。グランツリー武蔵小杉とか、ミラノ国際博覧会のレストランプロデューサーとかやってるっていうんですが、結構ね、本もめっちゃ売れてるし、プロフェッショナル仕事の流儀とかに出てたりとかする、もうね、引く手あまたで仕事が止まらんっていうブランドプロデューサーのね、女性の方なんですよ。で、この方来てもらったら面白いんじゃないっていう話があったんです。なんでもうめちゃめちゃ楽しみにしてます。で、ぜひね、どういうこうキャラクターなのかとか、どんなターニングポイントなのかとか、それからもう思考回路とか、今までのゲストとはまた違った一面が見れるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ楽しみにしててください。それでは、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。 AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストはブランドプロデューサーの柴田陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じっくりお話を伺う前に、まず柴田さんのプロフィールをご紹介します。ブランドプロデューサーの柴田陽子さんは神奈川県のご出身です。大学卒業後は外食企業の新規事業開発や化粧品会社での商品開発を経験。2004年に柴田陽子事務所、通称柴ジムを設立します。ブランドプロデューサーとしてコーポレートブランディングから店舗プロデュース、商品開発など幅広いコンサルティング業務で活躍されています。実績にセブン&アイホールディングスのショッピングモールグランツリー武蔵小杉総合プロデュース、ミラノ国際博覧会日本館レストランプロデュースのほか、渋谷ヒカリエ、東急プラザ渋谷、ローソンのうちカフェスイーツなど、ブランディングにも携わっています。さらにはアパレルブランドボーダーズアットバルコニーを立ち上げ、デザイナーを務めるなど多方面で才能を発揮されています。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうちょっと本も読ませてもらって、いや、でちょっとこう YouTube で出てるのを見てて、はい、いや、めちゃくちゃ面白い方いるわと思って、めっちゃ楽しみにしてたんですよ。本当ですか、ありがとうございます。私も呼ばれたんで、もうラジオは憧れのメディアだったんですけれど、はい、ちょっと緊張しますけれどもラジオ面白いですよ。ラジオ面白いですね、うん、なんかこう見えない分、聞こうとする、その聞こうとする自分の感覚が面白いですよね。うん、あとこう最近よくマスクしてると、それだけすごい美人に見えるとかよくあるじゃないですか、はい、人間って自分の都合よく補正をするので、はい、声だけ聞いてその人の声好きになると、全体的になんかビジュアルや中身まで全部好きになっちゃう気になるんですよね。確かに、うん、うん、だから多分僕のリスナーさんもかなり僕のことを過剰評価してると思うんで実際に会ったらあれって言われるかもしれない実際にお会いした方が可愛いですね、うん、ありがとうございます今うまいこと褒められてちょっと言うことは可愛らしい方だなと思いましたそれではここからは、まず柴田さんのことをより深く知るために番組で10の質問をご用意させていただきました。こちらの質問を通して、普段なかなか聞くことのできない自分自身との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいと思います。はい、それでは行ってみましょう。柴田陽子さんへの10の質問です。はい、好きな言葉は、好きな言葉いろいろあるんですけれども、うん、じゃあパッと思いつくと、優しいっていう言葉が好きです。優しい。嫌いな言葉は、嫌いな言葉はでも言い訳、朝起きて最初にすることは、犬の散歩。テンションが上がる瞬間って、新しい仕事の相談があった時。わかりますよね、ウキウキしますよね私意外とこれで落ち込みます。社員なんかをが辞めるって言った時。わかります、社員辞める時ね。自分へのご褒美は、自分へのご褒美、
20年のご褒美に洞爺湖に土地を買いました。土地を買った。土地を買った、うん、すごいな。子供の頃の夢は弁護士。へえ。タイムマシーンに戻れるなら何歳に戻れますか。30歳ぐらい。絶対に妥協したくないことは。仕事のクオリティ、一流と三流の違いは。考える量。なるほど。なんかキャラ出てますね。分かる。そう。でも一番初めのなんとなくそのバリバリのプロデューサーの方がこう仕事のクオリティにこだわり考え抜くとかなんとなくちょっと分かるし、この嫌いな言葉デモっていうのもねすごいこう一貫性あると思うんですよ。確かに。逆にこうなんか好きな言葉とかが、シャープにとか言うのかなと思ったら優しいっていうのは何なんですかね。やっぱりこう仕事を働くことは生きることってよく言ってるんですけれど、その仕事はこう人間の成長の現場だというふうに思っていて、じゃあ私はあの仕事をあの材料にして人間の訓練をあの日々してるんですけれど、訓練の先に行き着きたい人間像っていうとやっぱり優しい人になりたい、なんか僕もそれは思うんですよね、で今の優しいは行き着くとどんな人なんですかね。なんか訓練して優しくなるとなんかブッダとかそういう世界に行くのかなみたいな。いやあの本当にもうちょっと細かく言うと強くて優しい人、で本当に強くて優しい人って簡単に言うんだけども、どういう人なのかっていうのはすごい興味があります。問題があった時とか、あの感情が揺れた時に強くて優しい、そういう私が理想とする人格の人間性の人ならば、この時どういうふうにな言葉を出すだろうとか、どういうふうに考えるだろうとか、どういうふうに過ごすだろうとか、どういうふうに相手に何か押してあげるだろうとか、そういうのをこう、考えて答えを見つけたいっていう感じですかね。じゃあ自分の中でこう一定の理想像は持ってるんですね。その人だったらどうするんだろうなみたいな。そっか、確かにな、そういうのがあるんだな。その中で優しさなんですね。優しいっていうのはみんなを守る優しさなんですかね、それともなんか受け入れるとか優しさなのかとか。うちね、芝ジムだと20から30の案件を20年間やってるんですよ。でそのそうすると、400人とか500人の400人以上の経営者の方とこう接していることになるんですけれど、確かに本当にその佇まいだけで涙が出てくるような人が3年とかに1回ぐらいいらっしゃるんですよね。でその方があなたは頑張ってこられてきたねとか来られてねとか言うだけでもう本当に泣いちゃうような あの方がいて、どういうふうに過ごして何を考えて何を我慢して何に取り組んできたらこういうふうになるのかなっていうふうに、その志の高い経営者があの目の前のことと戦ったりとか考えてこられて行き着いた先の、あの人間像っていうのがすごい興味深いです。ああ、なるほどな、まあ、僕はここで始まるまであの社内のリーダーミーティングでワーギャーワーギャーやってきてそのままなんですけど、あ、私も朝から怒ってもうなんか頭の左がしびれてるんですけど全然ね、ちょっと佇まいだけで泣いていただけるような環境には当面ならないなと。そうですよね。そうなんですよ、でもその中で子供の頃は弁護士だったんですね。いや、なんか正義感が強いっていうか、弁護士のドラマとかで出てくる、こう弁論あるじゃないですか、誰に引き込まれて、この人を説得するとか、人に思いをきちっと伝えるとか、その正確性とかに興味があったみたい。だから今のプレゼンも、
もうさながら法廷気分っていうかまだ夢引きずってますやん。そうそう、あれは私の、舞台っていうか、一点の曇りもなくこう全部の正解を持ってプレゼンをしたいとかっていうのは、あの、弁護士を憧れてた、あの法廷の弁論に憧れた頃から変わってないのかなっていうふうに思いますけど。うわ、そうなんだ、面白いな。でも結構珍しいのが、こうタイムマシンで戻るなら、結構僕が聞く方とかは全力で走ってて、こうなんか、ま、もうタイムマシンいらない、今のままでいいっていう人もいれば、逆になんかもうちっちゃい頃のあの失敗だけは回帰したいとか、なんかこういろいろいるんですけど、30ぐらいに戻りたいっていうのを初めて聞いたんですよね。いや、なんか、あの、戻りたくないというふうに答えようかなと、もう大変だったから生きることって大変って思ってるので、あの、戻りたくないんですけれど、ない気持ちもあるんだけれども、戻るとすればって30って答えたのは、今本当になんか時代が変わって、30ぐらいのうちの社員だったりとか、その周りのこうスタートアップの子たちとかを見てると、すごくこう楽しそうでっていうか、あの、手を挙げていい時期がすごく早くなっていて、なのでその頃に私が戻ったら、何をするかなとか、何を考えてるかなとか、確かに、うん、そっか、僕1980年の松坂世代なんですけど、やっぱインターンとかなかったですからね、大学の時なかったですよね、あまりね。そんな経験できなかったですし、その起業なんて、もう僕サラリーマン家系だったんで、もうありえない。そうですよね、コンサルっていう仕事すら知らなかったです。そうですよね、それ考えたら今の子たち、本当何でも挑戦できますよね、本当に。なので、そう、ちょっとあの世界観は実際自分もあの世代にどっぷり使ってみないと分かんないのかななんて思って、ちょっと言ってみました。シェアオフィスとか使っちゃったりとかしてね。なるほどね。でもなんか今日あの社員さんの方といらっしゃって、あ、いい感じの空気作ってんだなって思いました。本当ですか。なんかもうお母さんみたいな気持ちでね、社員は、もうみんな成長して可愛い。今面接が始まって、期末の面接が始まってて、一人一人お話しして、そっかそっか、成長したらよかったねって言って、あの、これもここもうちょっと頑張ろうねとかやってるんですけど、そう、最初レストランを作りなさいって言われて、レストランを作ったところから私の、あのキャリアっていうのは始まってるんですけど、でそのクリエイター冥利に尽きるでしょう、こんなあったらいいなと思うレストランができて、で儲かって、でも私が一番嬉しかったのは、そのアルバイトの子たちが、これなら、あの、お母さんとお父さんを連れてきたいとか、ここで働いてるのが自慢で彼氏と今度来るとか、その彼女たち、働く人の喜び、が本当に一番嬉しいなと思ったあの日から、もうそれは変わらないんですよね。だから器用だから、あの、いろんな場所も作れるし、言葉も作れるし、プロダクトも作れる器用貧乏なんですけど、何が嬉しいかっていうと、その、まあ、お客様が来てくれる、お客様が喜ぶことも嬉しいけれども、一緒に働くみんなが嬉しいとか、一緒に働く人たちの、成長が嬉しいとか。そっか、やっぱ人が好きなんですね。まあ、嫌いって言いたいんですけど、嫌いっていうか、もう本当につきまとわないでよみたいな、あのこともあるんだけれども、やっぱり人が好きなんでしょうね。そっか、じゃあ仕事はバシッとやるけども、その先にある人の喜びっていうのが一番こう震えるっていう、あの、そうですね、バシッとやるのもプロでやるっていうよりは、もう期待に応えたいとか、その柴田さんに頼んで間違いはなかったって言ってもらいたいとか、ものすごい、その使える秘書とか、あの、使える精神が強い気がします。なるほど。だから、その自分の夢を叶えるっていうか、そういうことは全然なくて、だから何やりたいって言ったらそれもなくて、でも何やりたいっていう人に、あ、じゃあお手伝いしますって言った時の頑張り方がすごいっていうか、なので
そんな人です。うちの会社の子たちもみんなか、そんな感じ。いやなんか会社の方もなんか柔らかい感じだったんで、いやなんかこのね、もっと弁護士になりたい夢を持ってからね、仕事には絶対こうこだわってクオリティで下準備してって言ってるから、どうしよう、なんか下から上がってきた提案書は全部ビリって破ってやり直しとか言ってるんじゃないかしらとか思ったけど、全然そんな感じじゃなかったんで、いや気持ちいいですね。うーん、さてということで、はい、以上10の質問でした。はい、笑いと同情の真ん中、 ABC ラジオ尾形健太郎の一人前はおもろい萌え。さて続いてはこちらのコーナーです。迷える後輩ちゃんを救え。リスナーである迷える後輩ちゃんの相談に対し私たちが答えていくコーナーです。リスナーネームなでがたさん、ありがとうございます。社会人としての体調管理について相談があります。私は都内の会社に勤務する27歳女性です。先日風邪をひいてしまい会社を休みました。1日休めば出社できるかなと思い上司にもそう報告していたのですが、翌日も体調が回復せず数日休むことになってしまいました。同僚に迷惑をかけたことはもちろん、大学生の頃に比べて体調回復が遅くなっていることにもショックを受けてしまいました。それからまた体調を崩してしまうことが少し怖くなりました。お二人は経営者ということで休めない用事も多いと思いますが、何か体調管理で気を配っていることはありますか？もしよかったら教えてください。なるほど、すごい丁寧なメッセージをいただいて、繊細な方 だとお見受けしますよね。お見受けします ね、 なんかこの方はいい人ですね。いい人、いい人だからこそちょっとこうプレッシャーに感じちゃったりとか、あんまり弱ったり上手じゃないかもしれないね。そうですね、だからちょっとねこうみんなに仕事をすごいいっぱい任されちゃったりとかしてるかもしれないし、私が弱ったり上手じゃないかなって思ったのは、まずその体調っていう言葉を使うこと、はい、そこ、それ全然弱ったり上手じゃないと思うんですよ。私だったら、すいません今日、お腹といっても胃の部分が痛くてですねって言って、細かいですね。そうだってその方が心配してる相手に親切じゃないですか、なんか体調悪いんでって会社に言う人って、なんか不親切に思えちゃうんですよね。なるほどね、だってそんなの体調悪くて休むとか普通じゃないですか、で何日も休むもそういうこともあるかもしれないから、その時にそのもうちょっとうまくなんかこんなに悲しく受け止めなくてもいいのにと思って、まあ、そうですね。だってまあ有給もありますし、休みたい時休みはいいと思うんですよね。でなんかうちの会社とかはもう別になんかもう休み取るのはみんな全然当たり前なので、なんならそれこそなんだろう、下手したら彼氏が誕生日だから休みしますって言われても置いてこいってなるぐらいの会社なんで。うち全然違いますよ。違いますか。そんなの言えない感じです。だからうち古いのかな、なんていうのかな、チームで仕事やってるから、いやいや彼氏休みますと元気には言えは、言えない感じ。うち、ちょっと彼氏の誕生日でどこに行きたいから、行っても、そうですよね、周りに迷惑をかけるところは調整はすると思うんですけどね。ただあの、なんかこれ結構男性目線で言うと、男性ってみんな一様に何回か経験あるんですけど、あのデート誘ったら女性に体調悪いって言ってドタキャンを食らうっていう人生を、まあみんな何度か人生やってるんですよね。で男性陣集まって反省会をした時に、で女の子にも聞いたら、女の子の体調悪いは気が進まないっていうだけのこともあると。そうそうそう。でそれ以上深く聞くのは野暮だと、っていうことを言われたりするので、基本的になんか僕はの中では体調が悪いって言われた時はちょっと反省するようにしてます。あ、そうでしょ。だからそのなんかこうちょっと乗り気じゃない環境を作ってしまったかなとか、そうですよね、なんか体調悪いんです、あこの人がね、体調が悪いと言って休んだかどうか分からずにこのお話進んでるからそれは申し訳ないけども、例えば体調悪いんですって言って休んだ場合には、なんか会社のが嫌になっちゃったのかなとか、嫌なことあったのかなまで含めて心配するでしょ。そうですね。そのことが良くないコミュニケーションというか、なるほどね。でそれが3日も4日も続いた時に、なんかやめちゃいたいってこととか、っていう風になった時にこう迎え、自分がやっと5日か何日か休んで会社に行った時も、治ったみたいなノリじゃないですよ多分、体調悪くてとか言ってそのままほっ
休んで5日目行ったらなんかちょっと精神的に嫌なことあったのかなとか、うん、確かにちょっとそれ感じちゃいますね。そうそう、だからそれで、うん、なんでそうするとはこっちのなで方さんの立場としては、うん、なんかみんな怒ってるのかなとか、うん、そのいない間に何噂されてたんだろうかなとかっていう、うん、その空気が余計なんか自分が体調悪かったことがすごく大きなミスを失態を犯してしまったんじゃないかっていうような気持ちになって、ね、無駄な心配が増えちゃうかもしれないですね。そうなんです。だから私は無駄な心配がないようにもうクリアに、うん、あのコミュニケーションを取れるということは、うん、あの具体的であることが一番解決がなるほどだと思うんですよ。いやいいですね。じゃその上で体調管理って気配ってます？私は、うん、体調管理は気を配っていると思う。これ以上落ちぶれちゃいけないし、うん、落ちぶれてるんですか？もうほっとくと本当にもう老化の一途になっちゃうので、うん、だから週に2回は、うん、今日も行ってきましたけれども、うん、朝の8時から1時間半、うんうん、パーソナルトレーニングやってるでしょ、うん、それから週に1回はヨガをやってるでしょ、うんうん、それから今週に2回ぐらいは、うん、ゴルフのレッスンとラウンドに行って歩くようにもしてますでしょ、うんうん、だからトータル5日ぐらい動いてました。いや本当すっごいそれで疲れちゃって、うん、むしろ疲れてる。そうそうそう。で私は何かやりたいのかなって思うぐらい、うん、毎日満身創痍みたいな倒れるなら前に倒れようみたいな考え、確かにね、はい、うん、なのでその体調管理、うん、これ体調管理使ってるって言うんですかね。私の場合それ使ってるというかもうゴリゴリに動かした結果疲れてますね。そうですよね、うん、そしてさらに寝てもないからあまり、うん、でもそれで今一応仕事に穴を開けないくてできてるわけですね。もう私はから、うん、休みませんよ。なんか僕も起業してから風邪ひかなくなりました。うん、私も会社始めて風邪休んだことないですね。うん、うん、なんでしょうね。なんかならなくなるんですよね。やっぱりねその考え方もあるどうですか。強くなってほしいですよね、うん、でも僕サラリーマンだった時は全然なんかあもう今日起きれないとかありましたけどね。なんか変わるもんだなと思って風邪もひかないし、でもなんかこうちょっとまとめて休みがあったりとかするとちょっとね、うん、調子悪かったり逆に気が緩むんでしょうね。そうですね。本当病も気からじゃないですけど。いやいや本当そうだ。例えば遅刻癖がある人も、うん、絶対海外旅行にハワイに行くっていう日に、うん、飛行機乗り遅れたりしないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりその気持ちの管理の仕方、うん、確かにな。とりあえず規則正しいよく食べてよく寝て、うんうん、で体調の悪い時にはものを悩んではいけないっていうルールがあるんですよ、うん、私の中ではね、うん、だからその心配事とか体調が悪い時には考え事をしないということで、うん、とりあえず7時間寝て、美味しいもの食べて、うん、そして、1日30分歩いて、うん、そこからそれを、2週間ぐらい続けたら少し元気になるから、うん、そしたら次もう 10分伸ばせるのか、うん、週1なんか水泳でも行けるのかっていう次のことを考えるっていう段階的な立ち直り計画っていうのはどうですか、うんうん、いいと思います、はい、めっちゃ建設的な話で僕はもうさっきのねよく寝てよく食べるじゃないんですけど食べるものは美味しいと思うものを食べる、はい、できるだけこう自分がハッピーだなって思う時間を伸ばすっていうことが、まあ、一個体調管理になってるのかなって思いますね、うん、確かに。でもあとあれもありますよ、うん、女の子でしょ遅延アレルギーみたいな感じで、うん、例えばその小麦を食べると体がすっごく重くて、うん、頭痛がする、うん、で小麦粉を抜いたらすっごく軽くなる人もいるし、あるある、うん、油やると油にやられやすいと胃がね、うん、疲れた時に油を多く取ると胃が痛くなったり、うん、なんでそんな遅延アレルギーとかも調べたりとか。僕やりましたよそれ、アレルギー検査しました、ね、うん、そういうのをやって好きなものも食べるしその自分の体と相性がいいものを選ぶっていうのもいいんじゃないですか、うん、そうですね。確かに自分をよく知ろうっていうことですね。そうですね。ぜひぜひちょっと参考にしてくださいということで元気出してください。元気出してください。応援してますね、しんどかった時はですねこのラジオを聞いてくれたらと思います。元気が出ると思うんで、はい、はい、以上迷える後輩ちゃんを救えのコーナーでした。
柴田さんには来週もご出演していただきます。では何かお知らせがありましたらお願いします。はい、すいません。じゃあちょっと宣伝させていただきますと、あの私シバジムアカデミーっていう、うん、あの私が校長先生みたいな感じで、うん、オンラインとオフラインの時もあるんですけれども、うん、あのやってるので、うん、今の時代学びは自分で取っていくということで、うん、もしよかったらホームページなど見てくださいっていうことと、うん、あと柴田横事務所シバジムとは別の会社で、うん、ボーダーズ&バルコニーっていう今年10周年に迎えるアパレルのブランドがあるんですけれど、あの新宿伊勢丹とか全国50カ所程度のところで販売はしてるんですけど、うん、14日と15日の水曜日木曜日4時から6時までポップアップで、あの新宿伊勢丹に私行きますので、うん、あの会いに来てください、うん、ボーダーズアットバルコニーぜひチェックしてみてください。さて、はい、来週はターニングポイントについてお伺いします。ゲストはブランドプロデューサーの柴田陽子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。 AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。今回のゲストは柴田陽子さんでした。あの次回のターニングポイントもね、まあ、すごい楽しみなんですが、こうバリバリバリキャリの人たちに会うっていうのも一つこの番組として面白いなっていうのをね感じましたね。さて最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネルの概要欄にもお名前を掲載して PR をいたします。さて行ってみましょう。今回の個人スポンサーは生ゴミ王子さん、ありがとうございます。そして野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表の元さん、ありがとうございます。そして新しいスポンサーさんが入ったので、心込めて呼んでいきたいと思います。記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総主さん、ありがとうございます。いや来たね、また新しい方嬉しいね、ちょっと岡山の旅行か行ってみたいな。さて、個人スポンサーにご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。よろしくお願いします。ボイシーだとですね、この番組のチャプターのところにリンクを貼っていますので、そちらから行っていただいても嬉しいです。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。
ー。